歌川国佐大筆の五代目、市川壇造五代目、市川壇造九月降下二年六月六日は、江戸の歌舞伎役者。野豪は、三河屋。拝命二千章、鉱山、しくれないなど。その渋い芸から渋団と呼ばれた。はじめ初代、市川一蔵の門人で、市川森之助を名乗る。後に四代目、市川壇造の養子となり、市川壇次郎と改名。 完成7年10月には4代目、市川段三郎と改名。文化12年正月市川しくれないと改名。文政2年4月に大阪で5代目、市川段造を襲名。天保4年頃、江戸三座にすべて出て、金で本中心蔵七役を務める。花より実、という渋い芸風で、そこから、渋段と呼ばれた。小柄な体格だが、 抜群の演技力を誇り、時代物に適した立ち役や敵役、お山を兼ねた。過敏な演出が主流となった歌舞伎の風潮に流される、ことなく堅実な芸風を保持し、後ろ向きでセリフを言っても、観客を唸らせるほどの名人だった。当たり役は、金本中心蔵の大勢由良之助、木一方言三百巻の木一方言、隅田川俗面影の崩壊坊など、 四代目市川章、段次と、初めて舞台を共にしたとき、章段次の抜け目はないが、資料もない芸風を、段蔵は、毛嫌いし、段まりの場でわざと動かないという嫌がらせで、章段次を困らせようとしたが、それを承知で動く、章段次の立ち回りを見ているうちに逆にそのうまさに、感心、こいつはきっと名優になると自信を持って公言するに、なったという。 芸熱心で自分の舞台を見た妻から、薙刀の使い方が良くないと指摘される。男像は役者の妻は舞台の演技を見てはならないという当時の戒めを破ったことを咎めず、逆に武芸の心得があった妻から、薙刀の正しい使い方を教えてもらったという。地味なところは徹底していて、自身の葬儀も回送者が自宅に訪れると、家の中は、 もぬけの殻、あるものといえば一枚の張り紙のみで、そこには、自制の教科、我しなば、剛伝受けなさしにない坊主頼まずすぐに、極楽が書かれていた。集まった者は、死んでまで渋いなあと個人を死んだという。用紙に五代目、市川段三郎、二代目市川しくれない、また死後、男像の皇帝が、未亡人の用紙となり、いわゆる、遺配用紙、芸用紙として、 断蔵の名跡を継いだのが、六代目、市川断蔵である。ありがとうございます。